はいどうも、沢地です。沢地のうんちく研究所、沢ラボへようこそ。このチャンネルでは、インド在住教養系 YouTuber の私、沢地が皆様の生活をちょっとだけ豊かにするような雑学や教養などを披露している、そんなチャンネルでございます。今日もよろしくお願いいたします。というわけでですね、今日のテーマなんですけれども、突然ですが皆さん、オバマゲートというね、言葉ご存知でしょうか？ご存知ではない方もね、多いんじゃないかと思います。それもそのはずでですね、このオバマゲートという言葉が、急に拡散されたのはまさに昨日の出来事なわけですね。急に昨日ですね、トランプ大統領がですね、関連する、記事というか関連する、ネタをですね、引用リツイートするという形でですね、オバマゲートっていうのを大々的に言って、それで一躍ですね、世界のトレンドワードになったわけですけれども、まだ日本ではね、さほど報道はされていないように感じています。で、オバマゲート、簡単に言うとですね、アメリカの、前大統領であるオバマ氏に対する、不正の疑いのことなんですけれども、これはあくまでまだ疑いであってですね、トランプ現大統領がそれを主張しているだけであって、別に証拠が確認されたりとかそういうものではないんですけれども、今後の、大統領選挙なんかもありますので、それを占う上で非常に重要なキーワードになってくる可能性もありますので、ここで説明をしておきたいなというふうに思います。はい、そもそもですね、このなんとかゲートっていう言い方なんですけど、1970年代に起きたですね、アメリカのウォーターゲート事件っていうね、ものを、起点にしています。なので今回のこの動画ではですね、ウォーターゲートっていうものをまず説明して、でその上でですね、オバマゲートの元となったですね、ロシアゲートっていうものがありますので、そこを説明して、最後オバマゲートという今の問題を解説していきたいなというふうに思います。でまずウォーターゲートなんですけれども、簡単に言っちゃうと、1972年にある事件が起きます。でそれをきっかけに、当時大統領であったニクソンという人が辞任したっていうね、その一連の2年間にもわたる事件のことをウォーターゲート事件というふうに言います。でそのある事件とは何かというと、アメリカのですね、民主党という、アメリカは2つ、政党があります。共和党と民主党という大きな政党が2つあるんですけれども、そのうちの1つである民主党の本部ビルで、これの名前をウォーターゲートビルというふうに言うんですけれども、そこに数人のグループでですね、盗聴器を仕掛けようとして侵入したんですね。なんですけど、ゲートの人に見つかってですね、逮捕という事件です。で、それはそれだけでね、普通に、ニュースなんですけれども、なんとその黒幕って裏側にはですね、メンバーとして当時のね、共和党出身の大統領であるニクソンを次の大統領選挙で再選させようとするグループがあったんですね、委員会なんですけれども、でそのグループのメンバーがですね、その盗聴器を仕掛けようとした犯人グループの一人に入っていたんですね。ここから疑惑が深まっていくわけです。つまりその後の、大統領選挙の中で、自分たちの陣営の選挙を有利にするためにですね、敵陣営である民主党の本部の情報を取ろうとしたのではないかと、いうことですね。こういった疑惑が広まっていきます。でニクソン政権の、関与が疑われたんですけれども、最初明確にですね、政権側、ホワイトハウスは、関与していないということで、否定をしていきます。ただし、その後ね、FBI というアメリカの警察の捜査の手が及ぶにつれて、どんどんね、やっぱり政権が関与してるんじゃないっていうことが濃厚になっていくわけですね。で、その決定的な証拠であると思われていた、アメリカの、ニクソン大統領の電話テープっていうのがあるんですね。当時はね、ジョン・F・ケネディの時代からニクソンの時代まで、ずっとね、電話テープっていうのが全て記録されている時代だったんです。なので、それを聞けばですね、ニクソンが何か怪しい行動をしたんではないかとか、そういうことがわかるわけですけれども、そのテープを証拠品として FBI がニクソン大統領にくださいと言ったところですね、ニクソン側はそれを拒否したんですね。で、結局最後はね、それ提出したんですけど、あんまりね、後ろめたいことがないんだったら、そもそも拒否しないじゃないですか。ということは、拒否したという事実がそもそも怪しいねということになってですね、結局これがアメリカ議会による弾劾というんですけれども、大統領を辞めさせる、という意味のですね、発議を行いました。
で、その調査の中でですね、ニクソンが数々嘘をついてるっていうことがより明るみになって、最後ね、その大統領を辞めさせる弾劾っていうものの決議までは行われなかったんですけれども、もう絶対決議で弾劾されるっていうことが分かっちゃったので、もうニクソンはその責任を取って辞任しました。はい。っていうね、それがウォーターゲート事件の全貌なんです。で、アメリカの歴史って非常に長いんですけれども、その中でですね、アメリカの大統領が弾劾をされて、で、それが元で辞任をしたっていうケースは、長い歴史の中で実はここだけなんですね。ものすごく珍しい出来事なんです。なので、まあ、その後ね、アメリカの政権の不正に関してはですね、このウォーターゲート事件のように、〇〇ゲートという名前がついてるっていう話なんですね。で、次に行くとですね、そのなんとかゲートっていうのを使った最新の不正疑惑っていうのがロシアゲートっていうものなんですね。で、これは何かというと、2016年ですね、アメリカの大統領選挙で、当時は共和党選出のトランプ、と民主党選出のですね、ヒラリー・クリントンという女性で争っていたわけです。で、最終的にはトランプが勝ちました。なんですけど、全米で見た場合のね、総得票数では実はヒラリー・クリントンの方が上だったんです。で、アメリカの、ね、選挙制度、の兼ね合いでですね、まあその仕組み上、最後トランプがね、勝ちました。まあこれについてはね、選挙制度の動画いろいろありますので、別の動画見ていただければと思うんですが、そういうね、非常に僅差でね、トランプが勝利したっていうことなんですね。で、この選挙戦にあたってはですね、実はロシア、という、また別の国ですね、が、サイバー攻撃とか、SNS を使ったプロパガンダをやってですね、トランプが勝つように世論を操作したんじゃないかっていうね、そういう疑いが持たれていて、それがロシアゲート疑惑とか、ロシアゲート事件というふうに言われてるわけです。で、実際に、ヒラリー・クリントンのね、使用のメールボックスに不正に誰かがアクセスをして、それをデータで抜き取ってね、で、彼女の選挙戦に不利になるようにね、そういうデータを流すみたいなことは行われていたとすでに確認をされています。で、その黒幕にロシアがいたというふうにね、アメリカ政権として主張しているわけですね。はい。で、この動きに最後実は黒幕としてトランプが絡んでいるんじゃないかという一派と、いや、そういう疑いをでっち上げることでトランプ当選したけれども早く引きずり下ろそうとしてるんじゃないっていう、まあ、一派。でですね、その小競り合いをしてるっていうのがいわばオバマゲートの本質なわけです。で、なんでそういうふうにね、トランプが疑われているかというと、先ほどのロシアゲート疑惑っていうものにですね、トランプ大統領の側近であったマイケル・フリンっていう人が絡んでいるんですね。このマイケル・フリンという人は2016年の選挙中にですね、トランプの軍事顧問として雇われます。で、選挙戦でね、トランプに助言するなどしています。当然選挙演説ではね、安保、関係とか、それから国防をどうするのかとか、そういったこともトピックになりますから、そういったものの知識をね、彼から得ていたっていうことなんですね。で、問題なのはこの選挙期間中にですね、フリンという人はアメリカにいたロシア大使とですね、頻繁に会ってたっていうんですね。で、その後ですね、トランプが当選した後に国家安全保障問題担当の大統領補佐官というですね、非常に重要な役職にフリン氏は任命されるわけですけれども、この期間中にですね、ロシアの人と頻繁に接触をしていたっていうことと、あとはロシアゲート疑惑がね、明るみになるにつれて FBI が捜査をするわけですけれども、その時に、フリン氏にもいろんなことを聞きます。でもフリンはそこで嘘をついたんですね。なのでそういったところでですね、訴えられました。で、訴えられたことが原因でですね、まあ、補佐官を辞任するということになるわけですけれども、それまでね、フリンというのは罪を認めてました。これアメリカの独自の制度でですね、司法取引という制度があるんですけれども、自分の罪を認める代わりに、刑罰を軽くしてもらうというね、そういう制度があります。で、それがあるので、自分の罪を認めてね、早く釈放してもらおうと、そういうことでね、罪を認めていたんですけれども、今年2020年になってですね、急に方針を彼変えまして、一転してですね、自分は何もしていない、無罪だっていうふうに主張したんですね。で、なんとこの5月7日にですね、それが元になって司法省がですね、不倫の訴えを取り下げるということが起こったわけです。
はい、でこっからですね、オバマと、まあ、トランプが争うわけですけれども、オバマ前大統領はこれに対して起訴を取り下げるのはおかしいでしょうと、何らかトランプ大統領側がなんか政治介入をして起訴を取り下げをしたんじゃないっていうふうにね、批判をしたわけですね。でそれに対してトランプがいや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 、証拠がないから訴追を取り下げたのであって、全部これはでっち上げだったんだと、つまりオバマ前大統領側が早くトランプを、引きずり下ろしたいから、こういうありもしないね、まあ犯罪をでっち上げて、それで、じゃあまあ自分に有利なようにね、政局を展開しようとしているっていう、それがねオバマゲートの今の争いなわけです。でここからは私の意見ですけれども、まあ正直ね、情報がかなり限られています。オバマが、まあ、黒幕なのか、あるいはトランプが黒幕なのか、正直わかりません。でも今ある情報だけで判断するとですね、まあ、トランプがオバマに対してイチャモンをつけているようにしか私には見えませんね。なんですけど、まあ、アメリカのことなのでですね、まだ情報が全然入ってきてません、こちらの方まで。なので今後の捜査次第で何かが動く可能性もあります。で特に今年っていうのは2016年から4年経ってますから、大統領選挙の年なんですね。で、トランプが再選できるのかっていうところに注目が集まっているのも、特に今年は、このコロナ問題ですね、特にアメリカっていうのはね、もうどん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 、他の、国をね突き放すような勢いでですね、コロナ感染者数、死亡者数を増やしているわけで、アメリカ国内ではですね、トランプのこのコロナ対策っていうのは失敗だったというふうに見る動きが多いわけですね。だからなんとかトランプとしては世論の目を他に向けたい、他に注目を向けたいという思惑がありますので、それが予想もしない方向に進んでいく可能性が十分考えられます。なので、引き続きね、サウジもアメリカの状況を注視していきながらですね、引き続き皆様に、有益な情報をね提供したらなというふうに思います。というわけで今日はですね、ポッドでのキーワード、オバマゲートについてね説明をしてきました。はい、サワラボではですね、こういった形で皆様ちょっとためになるようなね教養雑学を披露していきます。ぜひね、今度扱ってほしいテーマなどありましたら、コメントで教えていただければと思います。引き続きチャンネル登録、いいねもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。